いつもご覧いただきましてありがとうございます。9連戦を終えたタイガース、結果は4勝5敗とね、1つの負け越しでしたが、横浜スタジアムでね、カード勝ち越しを決めれましたし、3連戦3連敗はなく1勝2敗が2つと、傷口は最小限に抑えられたと思います。8月6日の甲子園での巨人戦では待望のね、高橋遥人投手が復活登板、左投手が1人加わるだけでぐっと先発ローテに厚みが出ます。7イニングを球数111球、打者25人に対して被安打3、11奪三振の好投で無失点に抑えた試合は大きかったですね。そして8月11日の火曜日、ずっと勝ち星がなかったね、ガルシア投手に今季初白星がついて、徐々に先発ローテが固まってきたタイガース。あとはね、ほんま藤浪投手に勝ちがつくのを待つだけという形になりました。こうなってくるとね、先発投手陣、秋山投手、ガルシア投手、そして藤浪投手、青柳投手、西投手、岩貞投手、それに高橋遥人君がね、加わって盤石なローテーションになってきて、連戦が続く今シーズンは阪神にとって心強い戦力になるでしょう。昨日の試合はね、横浜スタジアムの相性の良さが出た試合でしたが、内容的にはね、 DeNA 先発の浜口投手も阪神青柳投手もですね、内容は良くなかったですね。特に浜口投手はチェンジアップもスライダーもいつ長打を打たれてもおかしくないほど決まりませんでした。タイガース打線もね、バントミスなど接攻が続いたにもかかわらず、やはり走者を置いて中谷選手とサンズ選手に連続ホームランを打たれるなど、浜口投手らしからぬピッチングでした。2人のホームランが目立った試合でしたが、昨日の試合はね、阪神外野守備陣に出た2つのクッション処理が DeNA 打線の勢いを止めたと言えます。1つ目が4回裏、代打戸柱選手のですね、レフト線へのこうライナー性の当たり、本来ならツーベースコースですけれども、レフトのサンズ選手は打球を深追いせずにフェンスからのですね、バウンド角度を測って素早く捕球し、セカンドへ送球。バッターランナーのセカンド進塁を防ぎました。その後の上里選手をですね、463のダブルプレーに仕留めただけに、目立たないプレーですが、サンズ選手のプレーは大きかったですね。そして2つ目がですね、9回裏、佐野選手にタイムリーを打たれて、1点差に迫られて、代打続くですね、山下選手の場面で、打球は三塁線を破り、長打コースだったんですが、これクッション処理を誤れば一塁走者がですね、同点のホームを踏む場面だったんですね。この回から守備固めに入った江越選手が素早く回り込んで内野へ返球、同点のランナーをですね、本塁へ突っ込ませなかったビッグプレーが出ました。そもそもこの山下選手の打席の時にね、サードに入っていた熊谷選手がライン際を詰めてなかったのは、こう守備体系としてどうなのかなとも思ったんですが、江越選手のカバーリングはね、ほんま抑えのスアレス投手を救いました。まあ、ともあれね、苦しい9連戦を4勝5敗で切り抜けたタイガース。昨日の勝利は大きかったですね。やはり3勝6敗と4勝5敗では大きく違いますから、一旦大阪に戻って、週末は京セラドームでね、カープとの3連戦。そして来週火曜日からは開幕カード以来の東京ドームでのジャイアンツ3連戦が控えてますから、こっからがね、シーズン中盤に向けての本当の勝負どころかなと思います。先発投手陣は明るい兆しが見えてきましたが、やはり大事なのは打線ですね。近本選手の復調は大きいですが、やはり試合を有利に展開するには、ボーア選手にホームランが欲しいですね。できれば1試合に2本ぐらい固め落ちしてほしいところです。ドームでの試合が続きますから、阪神打線の一発攻勢に期待したいところです。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。